皆さんこんにちは。今回は販売中商品のご紹介です。 5KU カスタムパーツ RMR ドットサイトマウントプレート東京マルイガスブローバック G17 ジェネ 5MOS 専用マウントプレート。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意、その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので応援のほどよろしくお願いします。重量約 10g、 使用素材アルミニウム合金、対応東京マルイガスブローバック G17 ジェネ 5MOS 専用。注意事項、マウントプレート取り付けネジは本体から流用してください。ドットサイトを取り付ける際、取り付けネジの長さにお気をつけください。取り付けるネジのネジ長によってはネジ先端が本体内部に飛び出し故障の原因となる場合がございますのでご注意ください。本商品は軽量で耐久性の高い CNC アルミ合金製のマウントプレートとなり、G17 ジェネ5本体のマイクロプロサイトマウントと置き換える形で装着することにより各社 RMR、SRO タイプドットサイトをスライドに直接マウントすることが可能となります。模型パドック販売価格は2280円、税込み。さていかがでしたでしょうか。皆様のご購入お待ちしております。今回は 5KU カスタムパーツ RMR ドットサイトマウントプレートのご紹介でした。ご購入は模型パドックホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますのでチェックしてみてください。なお在庫確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。